まあ、変わらなきゃ優勝できない。改革っていうことで、まあ、入れ替わりがあって、優勝するために、僕はこのクラブに入団することを決めました。頑張ります。I'm Jordan Heath. Looking forward to seeing all the fans at the games. Go Kawasaki. Matias. 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 バスケこんなきつかったかなって想像はしてたけど、競争だったりとか、まあ、練習中の激しさ強度っていうのを求められたので、今シーズンのスローガン決めました。 For this season has been decided. Be ready. Be ready.You know, we're ready to go. Be ready. You know, what Kenji was teaching was working, so we just kind of all bought in, and I think that was the biggest change. 自分はいつも通りやります。まあ、ケンジさんから、まあ、こういうチームを目指すっていうふうにこう言われた時に、自分のプレースタイルに合ってるなっていう。常に相手を先に準備して。Always be ready before our opponents. 常に相手を中に立つ。Always be tougher than our opponents. みんな積極的に、まあ、人任せにしないでしっかりゲームに向かってくる。フロアにいる全員で雰囲気を作っていく、元気なやつが引っ張っていくっていうのが、最初はすごく今までにはない感覚で、それぞれが佐藤ヘッドコーチのバスケットを、まあ、コートで表現しようっていう、スムーズボールだな、頑張れと、優斗さんが決めてくれる。夏からしんどい練習をずっとやってて、今それが結果としても出てたので、 We were a team that never gave up. There's plenty of times when we were down by a significant margin. どこ見て練習してんだ、トライでしょ、立てねえとやんないと。 You know, we always felt that no matter how much we were down, we could still come back and make a push to win the game.Season, there was a lot of games that might have been a little bit close, but it felt like we were never going to lose. And I think that was really the mentality that we built from the very beginning. プログラム的には2つのステップがあって、天皇杯までをベース作りで、その自分たちのベースで、どこまで行けるかっていうのが天皇杯。多くの方が帰れるので、もしは小さめでロゴの外にお願いいたします。いや、もう、まあ、マティアスは、まあ、多分替えの効かない存在というか、オフコートでも、まあ、本当みんな仲がいいですし、You know, Aruse wasn't there as well. It was just. Like always, let's battle with what we've done. And everybody's strength together. Full throttle. Full throttle. From the start. Let's go. Let's go.Camp first cup, you know, like that was obviously a game that, for, you know, so many reasons where it was like we were banged up, you know, we were going in just Jay and I as far as imports, since JT had just joined the team. And... 出だしで、まあ、ちょっと追う展開になったんですけど、同じ強度で40分間やり続けたっていうのが大きかったかなっていうふうに思っていて、勝負どころでずっとタフに戦ってきたら、
どちらかの足が動かなくなってっていうことは多分起きると思うんで。I had a lot of fun playing with Yuma. He's a... He's really a fighter. 一本一本、一本ずつこう追いついて、本当ディフェンスからこうやれたっていうのが、まああの試合最後追いついて逆転して勝てたっていう、その勝ちにつながったのかなっていうふうに思います。ブッチャー途中でユーマがいなくなったのが本当にでかくて、これはやべえなと思ってたんですけど。He played very well that game. I remember、he was maybe a little nervous because point guard's not his natural position. I remember before the game. もう本当に試合直前までどうしようどうしようと思ったりしましたし、まあでも。I feel like that was a real big game for us as far as like, look, like even when we are three men shorter, how many guys down, like we're still going to come out here and compete and we're going to find a way to win. I think that was the most memorable one.出だし気持ちでもう一回負けないこと。And he went out there and had a huge game, and he helped us out a lot. That's the reason that we won. So. 本当試合が始まった時はすごく集中もできて、そういったのがやっぱりああいうプレーに繋がったのかなとやっぱり今でも思います。まあチームみんなまとまって、まあ、決勝の舞台まで行けたっていう行けて、まあ、あそこまで試合に来たっていうのは、はい、本当に誇りに思いますね、はい、今までの、まあ、キャリアの中で本当にすごく勝ちたかった試合だなっていうふうには思いましたね。I mean, I can't say it went well because we didn't win it. Yeah, 悔しいですね。あのメンバーであそこまで行けたからなおさら勝ちたかったっていう。もうフルメンバーで負けたらまあしょうがないですけど。1,2,3,1,2,3,1,2,3 デルマイが終わった後からは、まあ、第2段階ということで最後の最後チャンピオンシップ勝ち切るための勝つための力を身につけていく。走って流れつけて行こう行こう行こう、いいね、天皇杯をもう完全燃焼みたいな感じでちょっと燃え尽きてしまったようなところも、まあ、選手の中にはあったのかなと思ってましたし、やっぱりうまく切り替え入れてなかったっていうのは僕自身もありますし、チームもそういうところがあったのかなっていうふうに思いますね。まあ、そういうところで、チームの脆さというか僕落ちている自分っていうのがあったので、まあ後半、54失点というかで、まあ、うちのディフェンスが機能しなかったところが入ったと思ってます。まあ、結局リバウンド取られてスリーポイント入れられたりとか、ルーズボール拾われてとか、うちがいつも相手に勝ってるところで負けてたところですかね。ずっとディフェンスのチームって言ってやってるので、これ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 
まあ、ミスもあるし。There's mistakes. もちろんある、人間だからね。We're all human. We make mistakes. 自分だってミスもあるし。I make mistakes. それは絶対引きずっちゃいけない。But you can't let that affect. もしそうなってる人がいたらみんなで励ましていく。それはチームじゃん。Pick them up. まあ、負けて勝ってみたいなのが、まあ、続いたんですけど。やばいよ、やばいよ。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 ナイス。明日は勝つ。はい、ではミーティング始めます。まずはいろいろ言う前に。Anything? もうこの辺まで勝ちたい。Let's go, fire energy. で、もう一回目ですよ。ゲーム楽しんでいきましょう。Okay. Yeah. And enjoy the competition. Enjoy the game. ユーマ、辻、ハセ、ニック。ユーマ。じゃあ全員でね。ハローしよう。Everybody, everybody, let's go.その代わりを務めた鎌田、出だしから、フィジカル、リズムに乗せないようにディフェンスしてくれた長谷川と、まあ、この2人のディフェンスの出だしも安定してはゲームを作ってくれたと思っています。3連戦横浜戦と、ちょっと内容の良くない試合が続いていて、で昨日の試合に関しては選手の口からいろいろ課題が出たので、自分たちの口から課題が出た時ってすごくいいものが生まれる。おー、ユーセゴールマンのところにしっかり駆け引きしていこう。ユーマンに言ってたけど、もうこのパーチユーマンでやばいのやつはもう多分もうスカウティングしてる。時間すまない。スカバにプレッシャーをかけすぎてる。はい。The goal of our defense to begin the season was to cut off shots, right? We're doing a double stagger, right? で、まあそこからだんだんとこう戻ってきて、プラスに向いてますし、こういう接戦の試合をものにできるかどうか。まあなんかだんだんこういつもの川崎らしいバスケにもなってきたんですけど。どうですか、ベンチで試合を見てて。楽しいです。今年のチームはなんかもっと自分がいればとか、なんかそういうのは全然ないです。モヤモヤっていうか、うずうずワクワクの方があれですね。なんか普通にこうこんだけ頑張ってるみんなと一緒に早くバスケしたいなみたいな感じで。 OK、怪我しちゃったことはしょうがないし、本当に防ぎようのない怪我だったと自分の中では思ってるんで、申し訳ないとかっていうふうになぜ思わないかっていうと、やっぱその自分の怪我をチャンスと捉えて、ユーマとかヤスとか辻がしっかりゲームの中で活躍しているのを見てて、だからそうですね、申し訳ないなんて思ってる暇もないですし、
こう本当に一つになって戦ってるみんなを見て、チームオンスリー、ワンツースリー、チーム、このグループの中に早く戻って自分も一緒に楽しくバスケットしたいっていう、本当にそういう気持ちでしたね。You know, it's been a while since we've, you know, here at Kawasaki, since we've had a team that was as good as it was this year. You know, we had, you know, I think everyone bought in. You know, I think everyone enjoyed being with each other. You know, Matias was a really likable guy and, you know, a lot of fun to be around. So it was definitely sad when he sort of left. I won't be specific about... Today was so you can choose. Oh, normally I try to help the team on defense, on rebound, taking open shots. So I think I'm gonna do anything the players ask me to do, the coach asked me to do, and anything I see I can do on the court to help the team to win the games. Pablo is definitely a guy that, you know, you can definitely see why he's on the Spain national team. His IQ is so high. You know why I take it? Because of the virus. I say the girl is one of the part of the body where more virus are. I like ramen. I like shabu shabu. I like sushi, of course. Play games. Captain meeting was there. So they had the captain meeting today. So there's a couple of things that they want to share with you about the coronavirus. Like not getting the coronavirus is what's most important. So gotta wash your hands. If you feel like you're feeling sick or you should try to ask us. パプロも入って、で、まあ、篠山さんも帰ってくるっていう時に、本当追い風しかなかったので、意気込みな怪我だったんです、ね、今日はとりあえず、はい、篠山さんの手声です。優勝した。おお。ずらすってことはでも試合をやらないってことでしょ。環境に有効説ありますよね。
安田管理者の皆様にご申し上げます。本日の試合はリーグ判断により中止となりました。本日の試合はリーグ判断で中止となりました。明日の試合の開催も未定です。まずは決定内容をご案内申し上げます。ご説明させていただければと思いますが、北海道の、レバノン北海道の選手3名ですね、体調不良の選手が、今日の朝から、試合開始までに3名、皆様に明確にお伝えしたいのは、結果としてすでにコロナの症状があるとか結果が出ているということではないということは、しっかりご理解いただきたいなと思っていますが、本日の試合は中止、明日の試合に関しましては基本的には未定にはなっていますが、全選手の健康が確認できた状態で開始をするということにしていますので、リーグの方で総合的に判断をしたいと思っています。昨日も話した通り、言いづらいと思うんだけれども、ちょっといろいろ話したいことを意見、今日の出場に関していろいろ思う選手がいれば、それも皆さんの判断を、尊重します。いろいろ僕も含めて皆さんも思うところ、意見あると思います。大変な状況なんだけれども、今日もしコートに立つ方は、よろしくお願いしたいなと思っています。無観客試合でも、やるってなったら勝ち負けつきますし、いろいろとね、細かいこともちろんあるんだけど、今日集中してほしいのは What I want us to focus on 4つのうちのキーワード is our keywords 夏からずっとやってきたし、 What we've been working on from the summer 積み重ねてきたので、 Building up to here So let's express that on the court Before we go Hard work for three! One, two, three! Hard work! Keep on! Go, tap, tap, go! Go, tap, tap, go! Oh! You want to start, go? の上位チームと、1ゲーム差とか、1個負けたら変わるような状態で、それでシーズンが終わった時に、結果2位でしたとか、そういった状況っていうのは非常に僕自身嫌だなと思ったので、素晴らしいパフォーマンスしました。パブロアギナーバスケットファンコObviously, it was pretty lame. It was not very fun to play in front of no audience. But, the league had a decision to make, and that was the best decision to make at that time. So it's understandable. But, I hope that I never play another game without any audience. 無観客試合して、思ったのは、本当にこうファンの方々があの会場にいないと、本当に静かな、ここ本当にホームなのかって思うぐらいな、本当会場でやっててやりづらかったですし、改めてこうファンの皆さんのありがたみだったり、こう大切さっていうのを感じた
試合でした。今年は優勝自信ありましたよ。まずは中地区優勝おめでとう。まあ見てくれた、試合を見てくれた人に何か伝わる。We were able to relay the message. We were able to make a team that could relay message to the fans. その積み重ねは消えるものではないし、今までいろんなコーチとバスケットやってきて、やっぱこういう指導をしてくれるコーチのバスケットが日本のトップにいなきゃいけないっていう考えが僕にはあって、それぞれが表現できるように、まあ、しっかり準備して、まあ、また来シーズン、今シーズンよりもさらにパワーアップした姿をコートで見せて、皆さんに勇気、元気をこう与えられるように、まあ、僕たちは次に向けてしっかり準備していくんで。I love them. You know, I think it's a lot of fun. You know, it's off-season becoming more fun. It's already a lot of fun. And just looking forward to sort of seeing the fans again next year. 僕らもそうですけど、ファンの皆さんも優勝への気持ちはやっぱあったと思うし、どこのチームが来ても、うちの轟きすごいでしょって言える、それは本当、ファミリーの皆さんに感謝ですね。また皆さんにお会いできるように、このオフシーズンにしっかりレベルアップして頑張りたいと思います。こういう形では終わってしまったんですけど、シーズン始まってノーハイのまでの期間っていうのは、やっぱり僕のバスケット人生の中で1位2位を争うぐらいの多分しんどかった時期だったと思うんで、それがやっぱり来シーズンにいい形でこう繋がればいいなと思ってはいるんですけど、来シーズン強い川崎と本当の意味で帰ってきた通常をちょっとお見せしたいなと思います。 I think it's going to be a very exciting year for the Brave Thunder. I think the same goes as this year. You know, I think obviously we need to get back to the Emperor's Cup final and try to win it. And then, you know, continue to try to have the best record and go into the playoffs with the number one seed and try to win another championship. まずはしっかり体調を管理しっかりとして万全の状態で開幕を迎えたいですし、昨シーズン以上の準備をしなくちゃいけないなと思うので、来シーズンはもう少し、まあ、勝ち試合としても内容にこだわりを持って次こそはしっかり優勝します。まあ、本当に B リーグ一丸というか、そういう思いでこれからも困難に立ち向かっていければいいんじゃないかなと思います。レディー